い、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。お母さん、調べ帰ってきたよ。いや、心配したけど何でもなくてよかったよかった。バーカ。調べちゃん、どこ行ってたの？海の方。あんなに遠くまで一人で行っちゃダメだよ。ごめんなさい。あれ、珍しく素直なんだ。これあげる。え？あげるってば。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、ぼくくん、おばちゃんちの女の子って二人ともすっごくいい子だと思わない？うん。おばちゃんさ、あの子たちがこうして近くにいてくれるだけで、ああ、私は生まれてきてよかったな、そしてあの子たちの母親になれてよかったなってそう思っちゃうくらい幸せなんだ。そしてこんな幸せな家庭を作ってくれた優作のことも大好きなんだ。この夏休み、僕くんにもおばちゃんの幸せ分けてあげられたかな。それはよかったわ。ありがとう。おばちゃん、本当は東京でちゃんとプロのカメラマンになって、自分が死んだ後でも作品を残せるような人になりたかったんだ。でもあんなに可愛い子を二人も後世に残せるんだから、結局野望を実現しちゃったのかな。あれ、そういえばこの話、今まで誰にも話したことなかったのに、なんで僕くんには言っちゃったんだろう。不思議だね。今日の晩御飯は、鈴木のムニエル、バンバンジー、巾着煮と冷ややっこと、全部おばちゃんの好物でした。あんたなんかさっさと帰っちゃえばいいんだ。もう夏休みなんか大っ嫌い。
今日調べを見つけたのって僕くんなんだってね。うちの妹がご迷惑をかけました。ありがとう。あ、そうだ、感謝の印にご褒美をあげるね。内緒だよ。ああ、あさってからまた学校か。